しなければいけない。まあ、この話っつってもね、まあ、短い話なんですけれども、あのね、重風亭ラベン、以前の配信で、ちょろっと、愚痴じゃないんですけれども、なんかちょっと悩みをポロッと、吐露したことがございまして、それ何かっていうと、ラデンだけ先輩方とのコラボに誘われないっていう。ラデンだけって何をもってだけって言ってるかっていうと、私が所属しておりますリグロスの他のメンバーね、4人はそれぞれもう先輩とコラボしていて、一条リリカちゃんは美獣先輩だったりとか、あと、火落としの青ちゃんとかは、ね、ホスト企画とかでガンガン先輩とコラボしてたりとか、音の瀬かなでちゃんはルイ先輩とコラボしてたりとか、あとは、番長、トドロキはじめ番長も、人生ゲームやったかな？そう、かなん、確か人生ゲームやったはず。かなんかで、小百合先輩たちとコラボしてたりして、いて、あれあれと思って、あれ重風亭ラベンだっけ何もないぞみたいな。これはもしや重風亭ラベンブラックリストに入っていて、まあ、コラボ NG 出されてるんじゃないかと思ってね。そう。っていうところをね、ポロッと配信中に言ったんですけれども、重風亭ラデンが今までコラボに誘われなかった理由が、わかりました！やったー！やったー！なのかわかんない。あれですね、私たち基本的に、タレントとかもそうなんですけれども、ディスコードというアプリを使って連絡をやり取りしています。ディスコードはあんま馴染みのないっていう人はね、LINE を思い浮かべてください。LINE、あんな感じ。個別にやり取りもできるし、こうグループでもやり取りできますよみたいな、まあ、そんな感じなんですけれども、なんとですね、重風亭ラデン、そこの、まあ、フレンド申請みたいなボタンがあるんですよね。そのフレンド申請送ってもらって承認して初めて会話ができるようになるみたいな、そんな感じなんよ。そしたら重風亭ラデンのそのフレンド申請を許可するみたいなボタンがあって、フレンド申請を許可しないになってたんよ。まあ、細かくね、設定できるっちゃけど、なんか友達の友達は OK とか、同じグループにいる人は OK みたいな、細かい設定全部オフ。誰からもフレンド申請受け付けてませんみたいな、設定になっとって、で、これラデンがね、ラデンはそんなやった記憶ないんだけど、ラデンそんなやった記憶がなくて、いつの間にみたいなね。え、ケン、そう、まあ、いや、先輩方からするとよ。先輩方から見ると、重風亭ラデン友達申請受け付けてないやつみたいな。リグロスメンバーの中で、一人だけ、フレンド、受け入れ、不可みたいな。ないよ。やけ、先輩たちはね、もうお優しい方ばかりでしたから、じゃあ、この、何、一人だけ、フレンド NG ってなってるのは、何か理由があるんだろうと。うん。ラデン側に何か理由があって、フレンド申請 NG にしていて、だから今はコラボできないんだろうと、まあ、そういったね、イラン機を先輩方に使わせてしまったわけでございますよ。こいつ、尖ってやがるみたいな、なんだこいつみたいな、Here we go! つって。でも、蓋を開けてみればちゃんと Here we go! で出ていくんですけれども。そう。そんな感じでね、まあ、ラデン一人、まあ、鎖国状態でございますよ。知らぬ間に鎖国されてた、びっくりよ。本当に。ああ、やばいやばいやばい、みんな。ああ、鎖国してしまっている、みたいな感じやったんやけど、もうそれにね、一条リリカちゃんに言われて気づいたんよ。だから一条リリカちゃんに言われて気づいたっていうか、ペコーラ先輩が、わざわざ一条リリカちゃんに連絡を取っていて、で、ラデンちゃん、フレンド、新生不可なの、鎖国してるんだけど、江戸時代かなみたいな、こんなことは言ってないですけど、鎖国してるんだけどって言って、で、一条リリカも、つって、みたいな感じになってて。だからおかしいのは、その一条リリカちゃんたち、リグロスとはフレンドになってるわけなんだよ。だからいつの間にかフレンド申請不可になってたっぽくて。で、一条リリカちゃんが、ラデンにね、ラデン、ペコーラ先輩が、呼んでるよって言って、呼んでるよって何と思って。本当にこのまま、一条リリカちゃんの文面に関してはこのままで伝えてますね、今。ラデン、ペコーラ先輩が、呼んでるよみたいな、エクスクラメーションマーク10個ぐらいあった。びっくり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 みたいな。呼んでるよって何みたいな。ラデン、何かしたみたいな。笑い声は変えられませんとか言って。笑い声に関しては変えられませんよ。どうしましょうとか言いながら、焦ってて。
で、まあ、そう、焦ってる様子を見て、まあ、リリカが、あ、ごめんごめん、言葉が足りてなかったら、そういうことじゃなくてね、って言って、まあ、フレンド申請が許可みたいなボタンがないから、フレンド申請できなくて、まあ、どうしてかなっていう、あれで、っていう話で、みたいな、そこで気づくらで、なんでみたいな、フレンド申請、オフになっとるぞみたいな感じでね、急いで確認したら、まあ、オフになってたわけでございますよ。すいませんっつって、でまあフレンドはね、結局今のところもその件については解決いたしまして、でそのフレンド申請許可するをした後にね、いろんな先輩からフレンド申請いただきましたね。本当に先輩方すみませんでした。連絡したかったのにとかもね、多分あったと思う、あの感じ。連絡したかったのにみたいな、あのニュアンスのあれもありましてね、いや本当に申し訳ございませんでしたっていう感じでね、まあそういったところもハッシュタグそういうところやぞジューフテラデンなんですけれども、本当申し訳なかったね。うん、でもちょっと改めてフレンド申請してくださった先輩方にも感謝感謝って感じです。感謝感謝ありがとうございます。